万円引いていきます。狙っていくのは今回は何が今みんな見たい動画的にピースキーパー、まだお母さん何が欲しいんですか。俺ピースキーパーかな。あれマーシャル、ピースキーパー、バンシーあたり。なるほど。あとも持ってるし。なるほど。あとなんかある、なんかあるかな。持ってないのが、持ってない銃が、マーシャル、ピースキーパー、バンシーで、銃はそれだけかな、持ってないの。あとなんかあの変な XM みたいなやつ。ランチ。はい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 。で、近接は意外と持ってないのある。ああ、もう、近接はもういらないか。まあ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 。まあ、引いていきましょう。はい。じゃあ、バンシーとマーシャルとピースキーパー狙いで。はい。いきます。サクッといこう。シャシャシャっと。いきます。おお、いいっすね。いいっすね。開幕いいっすね。エピックあればいいっすね。おーい。もう一回引くとかってどっかにあったっけな、これか。それだ。いきます。おい。あ、ダメですね。ダメですね。レジェンドね。あー。森菜ちゃんは新武器ほとんど持ってるっしょ、言うて意外と。言うてそんな持ってないですよ、私。そう。全然持ってないですよ。JDA は？JDM 結構持ってます。クロスボウもマーシャルも。欲しいのガーランドぐらいですかね、多分。ピースキーパーと。ピースキーパーとガーランド、あーね。そう、AR 系は全く持ってないんで、FFAR しか。AR 系は、俺でも FFR 持ってるからな。うん、あとピースキーパーぐらいだよな、やっぱ。ね。うわー、変態。てか、今の時期に引くのがね、全部頭ってすごいよね。スリーヘッショ取れてる。すごいと思います。頭3列並べたぞ。さあ、新武器。SR のメーサー持ってるんですか。いや、これサブアカなんで。あ、すいません。優しい。優しいなんですよね。うわー、めっちゃやばそうな迷彩きた。鬼。いや、頼みますよ。嘘でしょ。アタッチメント系もね、いらないですね。アタッチメントなんてもう作ったやつ出てこいってぐらいいらねえからな。頭おかしいだろ。攻めて服装。ねえ。ねえ。さあ、溜まっていくぞ、いっぱい。溜まっていくぞ。キャッシュバックがね。キャッシュバックかね。ゲームウォレット。まだ良心的ですからね。そうですね。5% キャッシュバック。ゲームウォレット。ゲームウォレット。唐突なステマ。全く出ないですね。出ないっすね。出ないっすね。挑発もいらないっすよね。こんなしょっぱかったっけか。ああ、楽しそう。いっぱいですね。いっぱいですね。いっぱいですね。次々見ましょう。ストーン迷彩いらないですね。おもりな、慰めて。次来る予感がします。次来る。あ、エホーさん、めっちゃエホーさん、新武器さりげなく来た。一個目入りました。おめでとうございます。とりあえずまあ一個、おめでとうございます。おめでとうございます。ビービル1万円で新武器何個出るのか検証みたいになってるもんな、もはや。今のとこ1個ですね。やばいですね。行きましょう。まだまだありますからね、さっき言った。はい。まだまだありますね。出るまで課金してみた。出たんですよね。全部揃うまで課金してみた。あ、この服装めっちゃいいっすよ。かわいいですね。それね、いいめっちゃ、まあ、むっちりしてるんで、ズームで見るとなかなか。装備しとこう。装備しとこう。あとで見ましょう。いいぞー。あ、これ、サッシ。サッシ。うん。ですね。出るか。あ。これ200円が溶けていくのがやばいっすね。ほんとだ。あー、そう思うと。まあまあ、立ち悪いっすね。パチンコの日じゃないですね。ね。あー、そう思うとちょっと辛いな。やばいですよ。ガチャガチャ一生懸命やってるようなもんですよね。ね。そろそろ新武器来てくださいよ。桃里奈さん、次ぐらい来ますか。次マーシャルが出ますね。やば。サーチで角待ちマーシャルでやるよ。うおー、ライトブレイカー欲しいよ、新武器持ってます。俺欲しかった。え、持ってるんですか。やりました。いきます。
まあね、新武器2個出たからね。うーん、気象鎮もう来るんじゃね、来るんじゃね、みこいこいこい、あーくせむ楽しそう。まだまだありますからね。まだまだまだ、まだ半分いってないですからね。まだまだあります。まだまだあります。1万円の力は偉大。まあ、近接2個ですからね。やっぱ10欲しいですよね。欲しいです。10欲しいですよね。お、エピック？お、来る？あー、魔物。あー、いいなー、魔物欲しい。ほい。あー、いいなー、僕も欲しい。うぜー、ベスパーいらねー。ほら、キャッチバック200溜まってますよ、おばさん。いいなー。あー。新武器確定とか来ない、また来た時より残しておきたいけどな。確かに。いや、その時またおばあさん、ボクシング体験しましょう。新武器出るためにやるの面白そう。やばすぎだろ、新武器出るために恒例のボクシング大会1万円。うお、なんか変なの出た。トリンカードですね。あ、トリンカード。いやらしいの出たね。なりきんっぽいでしょ。にやりってしょ。1万円ガチャ引いちゃうよみたいな顔してるでしょ。これから出ちゃうよって。やってますよ。やばすぎ。なんか出ちゃうよ。出る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 。うわ。お、バンシー。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 やった。バンシー。食われた。来た。これで3つです。おばさん、中継が1個出た。おめでとうございます。おめでとうございます。バンシー様。これ動画10分ぐらい作りましょう。え、もうずっとバンシー動画を1週間。いやけど、正直言ってバンシーそんな強くない。相手そういうことやな。やっぱもういいとこだけ切り張りして、もうモンタージュみたいにして、バンシーは最強っていう動画で、今日のバンシー、今日のワンコみたいな感じでずっとバンシーの動画しかないから、もうバンシーをめでる動画。1万円の最強武器バンシー。あー、いいっすね。いいっすね。頼むぞ。 お待って、あれエピック。お、やったー。おー、これ新しい挑発。やったー、ファイアブレイク。嬉しい、これは嬉しいぞ。このなやつだな。バンシー、アタッチメントによってすごく化けますけどね。サプレッサーとかつけたら。そうなの。アタッチメント出ないとき、つらかったです。バンシーの最強アタッチメントって需要ある動画。あります。やってください。お願いします。嘘くせ。僕もバンシー使ってないです。正直言ってクロスボウが 100% 強いです。うわ。クロスボウマーシャに勝てる武器はないんだ。あいしい、あいしい、あいしい。おっと、そろそろ後がなくなってきたオパス選手。でもなんか俺の中でバンシー出たからゴールしちゃった感がある。確かに、ちょっとほっこりしてるね。心がね、安らいだ状態で画面を見れますよ。でもさ、バンシー1個に1万円っておかしくない？いや、まあ確かにゲームソフト2個買えますから ね。安いので言ったら、あ、なんかエロいの来たよ。あ、おっぱさん好きそう。キングさん、キングさんでしょ。これの方がなんか金持ってますって感じじゃない？1万円ガチャ引いちゃうよって感じしてない？あー、それでいきましょう。桃里奈ちゃんこういうとこ好きだからね。ええ、桃里奈さんは優しい男性とは金持ちどっちになりますか？桃里奈に聞いて、優しいお金持ちっていう、絶対。そうですね、優しいお金持ち。あー、生々しいなこれ。正しい判断。これキッズが聞いたらなんか現実知っちゃって泣いちゃうよ。だってそれはさ、優しく、じゃあジャンヌさんに聞くけど、優しくないお金持ってない人と優しいお金持ってる人どっちがいいの？ねえ、それは優しいお金持ちですよ。いや、女性に別にお金は求めないです、僕は。うん、自分が持ってるもんね。うーん。うん、かっこいい。かっこいいな、ジャンヌさんは。ジャンヌさんかっこいい。絶対違うんだよな。金持ってるジャンヌさんかっこいい。僕、もやし生活してるってツイッターで書いてますからね。金ないですからね、本当に。実はこの1万円型もジャンヌさんに立て替えてもらっています。あ、オパスさん、大丈夫ですよ、僕は出しますからって。あ、これはさせていただいてるんで、いい、出しますから。勝っても負けても僕は出すんで、オパスさんこの企画でやってくださいよって。いや、言われてないぞ、これ自腹やぞ。俺が払っとるぞ。ね、この裏側でマジで1万円課金するんかって、サブアカでって言ってましたからね。わーわーって、うわー、まだ本垢だったらね。てか、もうオワコンのゲームに課金するってちょっと嫌じゃないですか。てか、もうオワコンのゲームに課金するってちょっと嫌じゃないですか。オワコンなのこれ。そろそろオワコンじゃないですか。え？
そろそろだって IW 出てくるじゃないですか、うん、IW 来たらもうワコンですよ、もう BO3 も。じゃあ今から2ヶ月間ジャヌさんは BO3 あげないでくださいよ。私は B1 芸人になるぞ。やば、死ぬ気かこいつ。なぜコットキッズを敵に回したがるんだこいつは。よし、そうです、僕は BO3 大好きです。リップ BO3 っていうさ動画上げてよ、 RIP。 僕は BF 芸人になるって。やば、トークは面白いんだけど新武器が出なくて俺の顔面が面白くなくなるんですけど、頼みますよ、お願いします。そろそろバンシーだけはちょっとどうなんですかね。マーシャルで角待ちして下打ちする動画あげますんでお願いします。マーシャルください。じゃあこの後僕とバンシー使って一緒に行きましょうか今回。お願いします。マーシャル持ってないやつおるかって、リスナーの金でマーシャル当てたっていう動画あげるんで、すいません、お願いします。お願いします。マーシャル持ってないやつおるか、俺にもあの動画あげさせてください。あー、フェニックス、フェニックス、不死鳥は二度蘇る。不死鳥なんだったら2回とか上限なくていいと思うんですけど。確かに。なんだっけな、その二度蘇るってやつ。え、ジェームズ・ボンドは二度死ぬじゃないの？あれ、なんか多分その元ネタがあって、それをちょっと真似てみただけです。すみません、気にしないで。次々弾いてください。顔面蒼白さん。顔面蒼白キッズで。やばいって、マジで。これ200円だよ。ゴミ。つらいな。うーってなるよね。それでジュース1本買えるぞ。右、エピックチョーズ。やったー、いいね。スペクター。やったぜ。さあ、ラスト1回。ラスト1回。うお、楽しそう、アルガス。うわぁ、最後にしょっぱい1万円で、はい、バンシー1個とナイトブレイカーとエンフォーサー、エンフォーサー、アナルビーンズ。やばいっすね。ブン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 、ハロー YouTube。 いやー楽しそう。こういうの見ててね、本当に楽しい。うん、モヤスト何個になるのこれ。14個っす。やばっ、さすがサブアカ。てかもうこの430ポイントに関してはまた次回の動画でいいんじゃないですか。そうですね、うん、もうこれに関してはもう、はい、じゃあ、 次新武器がリリースされた時に溜まってる分全部使います。1万円で還元された。そう、400個でそう、1万円のおまけで無理やり。大丈夫です、おばあさん、次もボクシング対決しましょう。それはちょっと今うんってあんま言いたくない。次も新武器が出たらやるぞということで、まあ、今回は新武器をかけて1万円ガチャ、やってまいりました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。明日バンシー動画ですね。そうですね。チャンネル登録とコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。